お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM2023 スポーツカードセット、推し別ですね。これはですね、数量限定生産でございます。今回もね、活躍してね、いろんな方がね、引退されましたのカードでございます。早速ね、紹介したいと思います。まずはですね、野球からですね、福留孝介選手ですね。オリックスの能見篤投手でございます。で、糸井嘉男選手でございます。で、内海哲也投手でございます。で、楽天ですね、川島慶三選手でございます。金子千尋選手でございます。あ、投手でございます。で、坂口智隆選手でございます。牧田和久選手でございます。で、島元博選手でございます。白浜優太選手でございます。で、明石健二選手でございます。伊能昌一投手でございます。戸亀健投手でございます。平田良介選手でございます。松永隆弘投手でございます。オリックスですね。で、中日の、ね、平田選手とでございます。で、中日の大峯竜太投手でございます。楽天の福山博之選手でございます。投手でございます。西武ですね、熊代正人選手でございます。これ広島ですね、阿部智弘選手でございます。西武ですね、武隈翔太投手でございます。で、広島のね、中田蓮投手でございます。で、横浜の白崎博之選手でございます。ごめんなさい。で、日ハムですね、杉谷健士選手でございます。で、中日の山下綾継選手でございます。で、楽天の、鎌田義直投手でございます。で、ヤクルトの寺島成輝投手でございます。続いてね、陸上選手ですね、福士加代子選手でございます。福島千里選手でございます。で、続いて大相撲からですね、改正関でございます。で、ボクシングからですね、入江聖奈選手でございます。で、サッカーですね、駒野雄一選手でございます。で、同じくサッカーの牧野智明選手でございます。で、スピードスケートですね、加藤条治選手でございます。で、高木菜那選手でございます。で、ソフトボールからですね、山田恵里選手でございます。で、新体操からね、寺本明日香選手でございます。で、これ同じく新体操の畠田瞳選手でございます。で、バスケットの三星奈穂選手でございます。最後にね、これボートレースですね、山崎智也選手でございますね。現役ね、お疲れ様でした。ということで、これで終わりってわけじゃありません。直筆サインカードね、実は出てるんですよ。
出てるんですけど、ちょっと今ね撮りにくい状況でございます。あ、撮りました撮りました。ではね、発表したいと思います。何が出たかと言いますですね、ボクシングのね、入江聖奈選手の直筆サインカードでございます。こちらがですね、90分の39でございます。で、実はもう1枚出てるんですが、この選手ですね、私非常にねびっくりしてます。誰が出たかと言いますと、福留孝介選手の直筆サインカードでございます。これはちょっとね腰抜けました。で、59分のね31でございます。いや、まさか福留孝介選手の直筆サインカード出るとはね、全く思ってもいなかったです。またこういったね、お金がありましたらこういった開封動画をやっていきたいと思います。本日は BBM2023 スポーツカードセットオシベスの開封動画でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。